電動波ブラシなどの機器において、金属接点や、コネクタなどを介さずに電力を伝送すること、及びその技術である。ワイヤレス給電、ワイヤレス充電、非接触電力伝送などとも呼ばれる。二次電池を内蔵した機器に電力を送る場合、非接触充電などと呼ばれる。このうち電磁誘導を利用した技術は、電磁気学の相互誘導作用を基本としながら、 これに高度共振の概念を導入している。ニコラ・テスラが無線送電の実験に使用したウォーデン・クリフ・タワー構想は20世紀初頭にニコラ・テスラが考案したテスラコイルを用いて世界システムと呼ばれる電力を送る構想があった。これは電離層の反射を利用するというものであり、今で言うならばシューマン共鳴を利用しようとしたものであると考えられるが、 当時はまだ、シューマン共鳴は発見されておらず、また実験している、周波数が高すぎたことにより失敗した。その後、いろいろな研究が進められ、現在では放射エネルギーを利用した、発電衛星の研究が行われている。非放射のエネルギーである磁場を利用したものを列挙すると、1891年に、バートン・アール・シャバーにより、 電車の誘導充電として実用化の試みがあった。1974年にはアメリカの発明家、ジョン・ジョージ・ボルガーにより電気自動車への給電の試みが行われていた。1979年にジョン・ジョージ・ボルガーはスイッチとキャパシタ方式による電気自動車の電力制御に関する発明を行っている。 1989年にウィトリシティの次回共振と全く同じ原理の回路がエト電子より出願されており同原理をもとに現在はモバイルフェリカを筆頭にいろいろな方式が実現されているいずれも伝送エネルギーは低いものである1993年にオークランド大学のジョン・ボーイズらの理論に基づく世界初の非接触給電搬送システムが 株式会社大福によって実現された。1994年に村田製作所の開発者が次回共鳴技術を発表した。2006年11月にマサチューセッツ工科大学のマリン・ソーリャ・チッチがウィトリシティという結合モード理論に基づく次回共振技術の実用化の可能性を発表した。2010年7月にはワイヤレスパワーコンソーシアムによって 国際標準規格、地位が策定された。5ワット以下のモバイル端末向けの規格ではあるが、国際規格の策定により2011年以降の普及が見込まれており、今後のートパソコン等を対象とした最大120ワットまでの規格策定も行われる。ワイヤレス給電の方式非接触での電力供給を可能にする技術としては2017年現在で6種類方式が、 あり、大きく分けると、放射型と非放射型とに分かれる。非放射型のうちで、電磁誘導を用いた、電磁誘導方式、電磁誘導方式の改良であって、コイルが共振する際に生じる次回の超小現象を、利用した次回共振方式が、有力視されている。また、放射型としては電力を、電磁波に変換し、アンテナを介して送受信する。 マイクロ波方式は、遠方に届く方式として研究が進められている。単純な電磁誘導を用いた方式は、原理としては、電磁誘導そのものであり、磁束を媒体として、受信側コイルに送電する。この時、結合係数 K が小さいと効率が低下する。K は、相互インダクタンスに依存し、これが、 距離に依存するため、結局は距離によって依存するパラメータとなっていて、離れたコイル間では、相互インダクタンスが小さくなり、コイルのほとんどが漏れインダクタンスになってしまうため、この漏れインダクタンスによって生じる、短絡インダクタンスが無効電流を増やして、銅存を増加させ、効率を低下させる。そのため、小さなコイルを用いた場合は、 非接触と言えないくらいほど近い距離での送電しかできず、主にコードレス電話や電動歯ブラシなどの充電を、はじめとして IH 調理器などの近距離送電の用途に用いられるのがせいぜいであった。電磁誘導方式ではこれを改善するため、短絡インダクタンスと共振容量を組み合わせた共振を早くから採用し、スイカや ID などに用いられる。 フェリカの伝送距離を伸ばしている。いずれも少しでも、伝送電力を大きくしようとすると、送受信デバイスの、位置ずれや受信デバイスの自生体が近づくことによる、表皮効果によく似た現象による損失により、効率が低下するのでこれが、大電力ワイヤレス電力伝送における課題になっている。次回共振方式については1993年より、 日本で実用化が始まったオークランド大学の方式と2006年11月にマサチューセッツ工科大学が大ギャップ電力伝送の実用化の可能性を発表した方式がある。これらの方式の大きな違いは共振器を一次側に配置するか二次側に配置するかあるいは一次側と二次側双方に配置するかにある。MIT が発表したものは二組のコイルと コンデンサによる共振器同士が共鳴して結合されることから電磁界共鳴方式、共振結合方式とも呼ばれる。開発者であるマリン・ソーリャ・チッチはこの技術を無線と電気を合わせた造語であるウィトリシティと名付けて同名の法人を設立した。ウィトリシティではこの技術についてハイリーレゾナントワイヤレスパワートランスファーであると説明している。 この結合は、電磁界結合や、電磁界共鳴と呼ばれることがあるが、正確には、電界と磁界は別物であり、電界のみを使って、電界結合をすることと磁界のみを使って、磁界結合をすることとは別々の考えである。あるいは電界と磁界の双方を使用することをもって、電磁界結合と称すると解釈して解析するも、 電解と磁界とが共存する場合は互いに悪影響を及ぼすことも分かってきたために、この故障は不適切であるとして、現在は磁界共振 A、マグネチックレゾナンス MR という故障が適切であるとされている。2007年マロンシル j クの実験に類型される磁界共振システムの図。ウィトリシティの理論説明や概念によれば、 次回共振の原理は遠く離れた音差が同じ共振周波数によって共鳴する性質を利用したものとされており、コイルとコンデンサで共振する2つの共振器の間における、非放射型のエネルギー転送は共鳴上エバネスセント、テールの結合というものが介在し、この共鳴状の結合によって、非放射の電磁的共鳴エネルギートンネル、ノンラジエイティブ、 エレクトロマグネティックエネルギーレゾナントトンネリングが生じ、この非放射の電磁的共鳴エネルギートンネルを通じて電力をやり取りすると結合係数 K が0.1あるいはそれ以下という相当な素結合の状態であっても高効率で送電できるため電磁誘導よりも長い距離を伝送できると説明される。 この点に関して MIT の研究者らは無線で電力を転送する新しい方法を発見したと考えている。さらに MIT の研究者らはワイヤレス電力伝送の説明に微子的な量子力学的電磁情報社の電磁エネルギー共鳴トンネル効果に例えて説明しようとしたがこれは批判された。MIT のマリン・ソーリャチッチは当初この 共鳴状エバネッセンとテールの結合を伝送路と仮定していたために理論最大効率は50%であると考えていた。そしてこの理論のもとに2メートル先の電球を25%の効率で点灯し電力伝送に成功したと発表した。ところがその後この理論の誤りに気づいて理論が修正され理論最大効率が京急席に依存するという 新たな理論の下で、ギャップ1メートルで約90%、2メートルで約45%程度の効率を実現した。これは、コイルとコンデンサによって構成される、共振回路の窮地を高めることにより実現される。窮地は高ければ高いほど良いとされるが、窮地を高めすぎると高い周波数精度が必要になり、電装系の設計が困難になる。 電送系の理論効率は、K と Q との積、KQ 積に依存すると言われている。MIT の次回共振方式では2組の共振コイルとは別に、電力供給用のコイルと電力取り出し用のコイルを、それぞれの共振機に近づけて配置することが一般的である。MIT の方式は送受信デバイスの位置づれに敏感であるが、効率を犠牲にすることにより、 送受信デバイスの位置ずれの許容度を高めたり、複数のデバイスに同時に電力を供給することは可能である。高効率を求めると複数のデバイスに対しての送電が困難になるが、高効率拡大ギャップでの無線電力伝送が実現できることが評価され、IEEE、e、により世界を変える7つの技術に選定され、またその完成後の市場規模は、 青色発光ダイオードを大きく超えると言われている。また、電力とデータを同時に伝送できる技術として、サーフェイスランがある。これは、電磁波の波長以下の領域に現れるエヴァネッセント上、利用した、非放射の電力伝送である。ディズニーリサーチは、感情恐れの井戸内の時速密度がほぼ一定になるという原理を用いて、部屋中のどこへ置いても充電ができるという順。 正空道共鳴方式を公表している。これも、非放射の次回共振に分類される技術である。静止軌道に設置された、太陽電池パネルで発電してマイクロ波に変換し、地上へ送電しようとするもの一方、送電に、レーザー光を用いる方法があるが、これは、放射型に分類される。放射型として、 数ワット程度のマイクロ波を用いたコタやワットアップが提案されており、次回教師によりも遠くに電力伝送ができる技術として注目されている。放射ビームを制御するためにアレーアンテナが用いられる。ソフトバンクは 5G 基地局を使いてワイヤレスのイヤホンやスマートウォッチなどを電池なしでも使えるようにするとし、2025年に 事業化すると発表した。また宇宙で発電してマイクロ波やレーザー光で地上に電力を送る宇宙太陽光発電も研究されている。超音波で電力伝送を行う指ムも提案されている。この技術も放射型に分類される。一般に電磁誘導方式。 次回共振方式は共に非放射のエネルギーを利用するべく金傍界で電力のやり取りが行われるため金傍界で定められた距離以上の伝送は困難である。また、コイルの大きさや結合係数計と共振回路の窮地が伝送距離を大きく左右するため小さなコイルやコンデンサでは長距離伝送が困難である。また、 いずれの方式も送受信デバイス間の位置ずれに弱く、損失が大きい。損失のうち支配的なものは、同存であり、表皮効果による損失もあるので、近距離であっても100%近い効率で、伝送できるわけではない。電磁誘導方式では給電システムを考える際、受信デバイスを検出する必要があるため、大きなコイルを一つ使うよりも、 小さなコイルを複数用いた装置が実用化されている。ウィトリシティの次回共振方式は結合モード理論に基づいているとされるが難解であり、原理の説明には従来の電磁気学や電気工学で十分なのではないかと言われている。また送信、受信の双方に共振器があり、それらの共振器の共振周波数を正確に合わせる必要がある。 さらにインピーダンスマッチングネットワークを必須としているが、具体的な回路構成が明確でない。さらに結合モード理論では、コイル間の位置ずれによって、共振周波数が変化する点について言及がない。しかしながら、実際には、コイル間距離の変化によって、共振周波数が変化するためその問題をどうやって、結合モード理論に取り入れるか。 コイル間距離が近接した場合に現れる双方特性をどのように解決するかなどの問題が山積みであり、それらを解決するための理論構築や具体的回路設計が容易に行えないことが難点である。これらの問題、すなわち位置ずれに関する自由度はロバスト性と呼ばれているが、 MIT が提唱する現在の結合理論に基づく、限りロバスト性を高めるには効率を犠牲にするしかなく、そのような方法で解決できることはすでに確認されている一方、結合モード理論の下で効率とロバスト性の双方を同時に解決することができるか否かが大きな課題になっている。またアップルが2017年9月12日に開催した スペシャルイベントの中でエアパワーの計画が発表され発売は2018年とされたものが発売遅延が続き2019年3月29日にエアパワーの開発中止が発表されるなど大手の計画の中断が相次ぎワイヤレス電力伝送技術の未成熟が懸念されている電力伝送に次回を用いる次回共振 A マグネチックレゾナンス MR という用語は核磁気共鳴 A、ニュークリアマグネチックレゾナンス NMR あるいは磁気共鳴 A、マグネチックレゾナンス MR と故障が同じになり紛らわしいと言われている。そのためより適切な用語が検討されている。省電力分野におけるワイヤレス電力伝送は1960年代初頭より共振を利用した 誘導電力伝送がペースメーカーや人工心臓などのデバイスを含む埋め込み型医療デバイスで使用され始め一つの成功を収めている初期のシステムでは受信コイル側のみに共振が採用されていたが後のシステムでは送信コイル側にも共振が採用されたこれらの医療機器は低電力の電子機器において比較的高い効率が実現できるように 設計されており、コイルの位置ずれやねじれを効果的に調整している。埋め込み型アプリケーションにおけるコイル間の間隔は、ほとんどの場合において20センチメートル未満である。現在強振を利用した電力伝送は、多くの市販の医療用埋め込み型デバイスで電力を供給するために、数多く使用されている。また、特に防水性が求められるために、 端子の露出が好まれない電動歯ブラシや電動シェーバーといった分野も採用されてきたがその他の分野でも非接触型 IC カードややコードレス電話などで少なくとも2006年から2007年頃にはすでに広く使われるようになっている2009年5月25日日本の総務省はワイヤレス電源の実用化の検討として 他の家電製品や人体への影響などの調査を経た上で電波の周波数帯割り当て電波の干渉などの実用化に向けた課題への検討に入るとともに同年7月に発表された電波政作懇談会の報告書内容に盛り込み2015年の実用化を目指したが多くの課題の解決に至らず実現しなかったオークランド大学 ジョン・ボーイズらの方式に類型される次回共振システムの図。アグフの分野では1993年に現在、この分野でトップシェアである大福などを中心に実用化が始まった。これは電磁誘導の受電側に共振コンデンサを組み合わせて共振させた時に次回の超小現象が起きて送電側の力率が改善され、 効率の高い電力伝送ができることを利用したものである。動力への給電に修道電極を用いないことが大きなメリットとされて自動倉庫捕獲クリーンルームにおける半導体の搬送機として広く普及した。現在ではオークランド大学のジョン・ボーイズラの提唱に基づき受電側のみに入り入れゾナントを適用することによって伝送距離を大きく伸ばす試みが行われている。 これは、MIT のマリン・ソーリャ・チッチが提唱している理論とは異なり、電磁誘導の延長として解釈ができる。結合モード理論も、非放射の電磁的共鳴エネルギートンネルも利用していないが、次回共振の結合の本質であるとされる、ハイリーレゾナントの概念を新たに取り入れたものと考えられる。超電動リニアの車上電源においては当初、 ガスタービン発電機を搭載していたが、超電導りア開発当初から研究を続けている、独自の誘導集電方式で、これも、次回の超小現象を利用した講義の次回共振と言える方式により、精密な周波数、位相制御を行うことによって、長距離かつ高効率の走行中給電を行う、誘導集電技術が確立され、 2027年の営業運転までに実用化されることが決まっている。この方式もまた共振変圧器の原理に基づいており、結合モード理論に基づく説明はできない。またオムロンアミューズメントは、テクノフロンティア2017において、これも結合モード理論には基づかない次回の、超小現象を利用したセカンドレゾナンス方式を展示し、中距離伝送において、 効率とロバスト性の両立が可能なことを示した。ウィトリシティは2016年12月、スイッチとキャパシタ方式による DMN を発表し、効率が改善され、異なるコイルシステム間においても、電圧レギュレーションの互換性が保てることを示した。これにより、ウィトリシティの方式は、当初のマリン・ソーリャ・チッチの結合モード理論を離れて、 次回の超小現象を利用した、ジョン・ボーイズらが提唱する方式に大幅に近づくものとなった。そして2019年2月、ウィトリシティは、クアルコムの EV ワイヤレス充電部門のクアルコム、ヘイローを買収し、ウィトリシティの技術は、オークランド大学発の技術と統合されることになった。東京大学生産技術研究所の牧俊博、准教授らは、 2018年7月、海中ロボット向けのワイヤレス給電技術を開発し、長期間の自立稼働を可能にしたと発表した。総受電管の結合に、赤外線同期による次回共振方式を採用することにより、温度や水圧の変化によって生じるパラメータの変化に、対しても安定した総受電が行えるようになった。1984年4月、 株式会社 B& プラスは電磁誘導を用いて非接触給電及び信号伝送を同時に行うことを可能にしたセンサーの開発に成功し製品化した。1993年株式会社大福はオークランド大学のジョンボーイズラの提唱に基づいて世界初の非接触給電搬送システムを実用化した。1998年 RF は非接触電力伝送を使用したカプセル内視鏡を発表した。従来のカプセル内視鏡では電池を使用していたため、体内で破損時に電解液が漏れることが懸念されていた。2006年12月4日、東京大学大学院工学系研究科、東京大学国際、産学共同研究センター合同記者発表会にて、 東京大学大学院工学系研究科助教授の染谷高尾と東京大学国際三学共同研究センター教授の桜井高安を中心とした研究チームがトランジスタなどを組み合わせたシート型のワイヤレス電力伝送システムの実現に成功した。2007年、三和サプライはワイヤレス給電を利用したワイヤレスマウスを発売した。 これは USB で接続したマウスパッドに磁界を発生させることでマウス内部の回路に電力を供給する構造をとっている2008年2月6日国土交通省は路面等に埋め込んだ給電装置から電磁誘導により非接触で車両側のバッテリーに急速に大量充電にし駆動力の一部とするハイブリッドバスを 羽田空港のターミナル間の無料連絡バスとして実際に運行することを発表した。2008年8月21日、インテルは2006年に発表された MIT の物理学者の理論をもとに電磁場共鳴技術によるワイヤレス共振エネルギーリンクの研究を行っており、サンフランシスコで開催された2008年インテルデペロッパーフォーラムで研究成果を発表。 ワイヤレスで60ワットの電力を発生させることに成功した。インテル最高技術責任者のジャスティン・ラトナーがこの講演時に実際に発生させた60ワットの電力で電球を点灯させているムービーも公開されている。2008年、成功エプソンと村田製作所は携帯機器を非接触で給電する携帯型充電器を試作。 2008年11月19日から21日にパシフィコ横浜で開催されたエンベデッドテクノロジー2008で出展したソニーは2009年10月2日電源コードを使わなくても薄型テレビなどのデジタル家電に離れた場所から電力を供給できるワイヤレス給電システムを開発したと発表した2010年 昭和飛行機工業は充電スポットに停止するだけで EV に充電できるワイヤレス給電技術を EV バスで実用化に成功した。これは電磁誘導方式を用いており、順環線で一周約 5km 余りとなる。このバスの走行に必要な電力は充電スポットに計7分停車することで賄える。2010年、韓国のキスとは、 オンライン電気自動車を開発し、非接触電力伝送を利用したバスを実用化した。2016年3月、豊橋技術科学大学と体制建設は、総務省の協力を得て、大学キャンパス内に電化道路を付設した。電化道路とは、アスファルト細のもとに2枚のスチール板をレール状に埋設した道路であり、 電解結合によりタイヤ経由で車両へ給電する仕組み。市販の電気自動車から走行用バッテリーをすべて取り外し、電化道路からの給電だけで走行する実験に成功した。ありがとうございます。